昨年発売したシングル5作全てがミリオンを超え、年間売上チャートの1位から5位を独占。さらにはレコード大賞も受賞と、名実ともにナンバーワンアイドルに上り詰めた AKB48。 しかしその支持層のほとんどは若者。この先彼女たちがさらなる飛躍を遂げるには、お父さんお母さん世代からも支持されなければならない。そこで、すいません、今お時間大丈夫ですか？AKB の大谷、片山、梅田の3人がリポーターに扮し、街を行く100人のお父さんお母さんに AKB48 のイメージ調査を行った。答えていただいた質問はこちらの9個。厳しいことを言われそうなものから、嬉しいことを言われそうなものまで様々。総選挙上位15人の写真を見せて、それぞれのイメージに合うメンバーを選んでもらった。今回我々がインタビューの舞台に選んだのは大阪。なるほど、これはどうでもいいこれ。朝から2時間化粧かかるそうよ。やだ。歯に衣着せず自分の意見を言う大阪のお父さんお母さんならば、 AKB にとって今後の糧となる本音のインタビューが取れるはず。ガチマチ100人インタビュー開幕。これはすごいですね。すごかった。結構ひどいこととか、もうテレビ出ないでほしいって。今回はゲストの皆さんとアツシ、テリーが9つの質問で誰が一番多く票を集めるのかを予想。ビンゴの要領で縦ライン、横ライン、斜めラインと正解が揃えば、なんと賞金が1列正解することに賞金1万円を差し上げる、はい。やったー、マジで。9つ全てを正解した場合、なんとガチで100万円です。すごい。マジ、マジであるじゃん。まず左の縦のライン、7人の予想はこの通り。有吉、テリー、アツシ、久本が全く同じ予想。久本さんももう完全にやっぱり高見菜ちゃんがやっぱりね、はい、いろいろ仕切ったりとかしてますから、うん、それでね、やっぱりね、申し訳ないけど顔のあの写真、はい、あれひどい。あれひどいですか。ガチマチ100人インタビュー質問1、この中で一番嫌われてそうなメンバーは。父さん、はじめまして。はいはい。メンバーに嫌われていそうな、この中で、はい、この子。お、何ですか。なんか、あの、そうなイジアルフォーこの子。お、何ですか。一番モテるって言われてそうやから。あー、ひがみの、ひがみやな。女のひがみで嫌われてそうだから。この子らもあんまり人近づけへん子やで。全然行かないから。あれの子はちょっと二重人格みたい。男性の前ではすごく可愛いけど、女の子の間では私が一番よかった。そんなことないって言いました。なんかちょっとダサい感じ。ダサい感じが出ちゃってますか。皆さんこんばんは、実況の海老原です。大阪のお父さんお母さん100人が選ぶ一番嫌われてそうなメンバーは果たして一体誰なんでしょうか。わずかにたったの1票。そして鷹城と北原が2票でゴールしました。さあ続々と順位が決まっていきますが、果たしてどうでしょうか。あっと高橋と板野、99人に聞いた時点で並んでいます。それでは100人目の意見を聞いてみましょう。メンバーに嫌われてそうなのは、なかなか、お、なぜ嫌われてそうな、嫌われそうな顔してるよ。AKB の中で一番嫌われてそうなメンバーは高橋みなみに決定。なんと顔が嫌われてそうという理由で15票を集めました。ガチマチ100人インタビュー質問2、この中で一番頭が悪そうなメンバーは。どんなとこがアホそうですか。国語弱いんじゃないかな。この人がちょっとアホっぽく見える。私もそう。おお、ちょっと髪型がアホっぽい。やっぱりこの辺。あら、どうしてですか。売れすぎてて勉強する暇がない。ああ、うん、この
こう頭な、うん、こんな赤これがないとこれ赤マトの卑弥呼みたいなこれは大和の卑弥呼みたいな残りにしようかなだから何も考えてる考えすぎて毎日しない大阪のお父さんお母さん100人が選ぶ一番頭が悪そうなメンバーは果たして一体誰なんでしょうか。あっとまず篠田が抜けました。わずか1票です。続いて大島、指原、宮沢、高城、この辺りまでは頭のいいイメージを持たれているようです。さあ続々とメンバー絞られてきました。どうか。おっとここで渡辺、峯岸の3人に絞られました。そして意外にもダブルトスでこの人が1位に輝きました。アホそうなアホそうなアホそうな子を誰だ髪型ああやっぱりみんなそうなんですよ今日多いんですよね髪型がっていう。そうということで一番頭が悪そうなメンバーは渡辺真由に決定。AKB メンバー唯一のツインテールがお父さんお母さん世代には頭の悪い印象を与えているようです。ガチマチ100人インタビュー質問3。この中で一番ケチそうなメンバーは。ケチやな。お、なんで冷酷そうなか。冷酷そう冷酷そうか出す必要ないやん。あ男の子が男の子がそうや。髪の毛短い。髪の毛短いイコールケチ。ケチケチでしょ。シャンプーしなくていい。シャンプーの料金を一回髪にしますよ。鉄板でここです。僕の目線から見てるから。大畑美咲ってのおるんですよ。いや似てる。似てるから。似てるからその子も最近人間的だな。なぜだって見るからがケチって顔してんじゃない見るからにケチそう、うん、さあ大阪のお父さんお母さん100人が選ぶ一番ケチそうなメンバーは一体誰なんでしょうか。どうか。足が柏木わずか2票。そして前田、宮沢、高城、この辺りはケチな印象はほとんどないようです。さあ残ったのは篠田と高橋です。果たして一番ケチだと思われているのはどちらなんでしょうか。この中で一番ケチそうなのは。ケチそうな、うん、髪の毛短いな。まあ、これで3人ほどまた散髪行かんでいう感じやということで一番ケチそうなメンバーは篠田麻里子に決定。トレードマークのショートヘアは美容院代とシャンプー代をケチっている印象を与えているようです。ということで正解者は有吉さん、テリーさん、淳さん、久保さん正解。縦のライン伊藤麻子以外の全員がおねえっぽいメンバーに秋元を選んだ。おねえっぽいっていうのはおねえっぽいはもう開けちゃっていいんじゃねえかガチマチ100人インタビュー質問4。この中で一番息子の嫁にしたいメンバーは。